ひろゆきのパーカーの秘密を解説するね。ひろゆきが前回パーカーを着るのは落語家の羽織と一緒で、これを着てるときは枕だよって意味なんだよ。それでひろゆきがお面白い質問を着たぞ。真面目に答えようと思ったときにパーカーを脱いで放棄モードになるんだよ。嘘だと思ったら過去の切り抜きを確認してごらん。切り抜きはニコニコ風コメント付きに見られるニコ行きチャンネルで見るんだよ。えっと、僕があのパーカーを脱ぐときは暑いときです。あのそのそ ずっと喋り続けると体温が上がるっていうのとあと汗をかいてその飲み物を飲むと寒くなるっていうのがあってその着たり脱いだりっていうのをあのちょこちょこやるんですよね。であの風邪をひいてるの僕体温調節が苦手なので,で今若干風邪いてるんですよね鼻声なので分かる人は分かると思いますけど。